ソニックコラボイベントは何がすごかったのか？ハイブサーバーでは2021年7月、ソニックコラボが期間限定で開催された。ハブが大きく変化し、グリーンヒルゾーンになった。パルクールが登場し、様々なところに隠されたリングを集めることで、ソニックコスチュームをはじめとした、限定アイテムと交換することができた。期間限定ミニゲームの、ソニックズパーティーゲームズも登場し、手持ちのザッパーでリングを奪えるリングロイヤル、アスレチックを誰よりも早くクリアするゴーファスト、バドニックを弓矢で撃ち落とすバドニクレンジ、マップ上の茶を救出する茶をレスキュー、リングをくぐるリングダッシュ、赤信号になると止まる必要があるレッドライトグリーンライト、この6つのゲームからランダムに3つ選ばれ、ポイントが最も高かったプレイヤーが勝利する。さらにライブイベントも開催された。決められた時間にハブにいることで参加でき、その時の同時接続プレイヤーは、最高で54,663人を記録した。この記録は特集サーバーで最も高く、2024年になってもこの記録は破られてはいない、ハイブの全盛期とも呼ばれている。